こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画は、期限後に確定申告を提出すると一体どうなっちゃうのについて一緒に学んでいきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しています。どちらも Amazon Kindle 版ありますので、概要欄からぜひ一度チェックしてみてください。もう確定申告を無事に提出した方は今後の参考に、実はマナーなんですという方はですね、本日の動画しっかり見て対策していきましょう。それでは期限後に確定申告をするとどうなってしまうのか、順番に一緒に見ていきましょう。本日の内容です。期限後に確定申告をどうなるのか、結論を言うとデメリットが多いです。ではどういったデメリットがあるのかを動画で実際に一緒に見ていきましょう。まず1つ目、期限後申告をするとどうなるのかについて紹介をします。2つ目、その後の影響について解説します。3つ目、猶予と延納制度があるということ、皆さんこの情報をご存知でしょうか。こういった自分が知らない情報というのも知っておくと後々助かることがありますですので、動画ぜひ最後までご覧になってください。そして最後、注意点、本日このような流れでいきますのでよろしくお願いします。では早速順番に紹介をしていきます。本日動画を見ている方、もう確定申告終わったっていう方もいらっしゃると思います。確定申告本当にお疲れ様でした。スムーズな確定申告をするコツをですね、次の年度に向けて3つ紹介したいと思います。まず1つ目、経理はこまめにすること、ためないということです。皆さん今年の確定申告で嫌というほど実体験で思い知ったと思います。ためないでください。そして2つ目、書類は1箇所にまとめておく。これね、皆さん今回の確定申告であの書類がない、この書類がなかったということで確認作業をしたりとかですね、その都度確定申告をね中断したりして書類探したりっていうね、無駄な時間あったと思います。書類は1箇所にまとめておきましょう。3つ目のコツ、手順のメモを取っておくことです。今年の確定申告で皆さんが迷った点、また間違えた点、足らなかった書類など何かしらあったと思います。その手順をですね、メモを取っておくと来年の確定申告が非常にスムーズになります。今年した失敗はまた来年も同じことをやりがちだからです。このように来年の確定申告こそスムーズにしたいという方は、この3つのポイントを意識してやってみてください。それではいよいよですね、今年の確定申告実はまだなんですっていう方、引き続き動画ご覧ください。また確定申告終わったって方、コメント欄にコメントしていただけると、私お疲れ様でしたコメント返しますので、よかったらお願いします。それでは期限後申告について説明をしていきましょう。期限後とはいえ、なるべく早く提出することが大事になってきます。これどうしてかというと、結論を言うと納税額が増えていってしまうからです。遅くなればなるほどご自分が払う税金額が高くなっていきますので、皆さん期限後だとしてもですね、なる早でなるべく早く提出することをお勧めします。所得税の締め切りは3月の15日まで、消費税は今年は4月の1日までが締め切り日となっていますので、消費税の確定申告はまだ提出期限間に合いますので、今年消費税の申告が必要な方、4月の1日までに必ず提出をしているようにしましょう。ではこの3月の15日を過ぎると一体どうなるのか説明をしていきます。こちら、もし期限後でそのまま申告せずにスルーしていた場合のケースについてまず紹介したいと思います。専門用語で無申告というふうに呼ばれています。この場合、無申告加算税がつきます。この無申告加算税、一体いくらかちょっとね紹介したいと思います。これ税額が50万円までの部分については 15%、 50万から300万円までの税額についてはですね 20% の加算税がかかってきます。これがさらにですね、無申告でかつ仮装をしていたり隠蔽をしていた場合には、さらに無申告重加算税というものがかかります。こちら 40% となっておりまして、非常にペナルティが重いので、無申告だけは皆さん絶対に避けるようにしましょう。そして今言ったように、隠蔽したり工作したりするのは絶対に NG です。では次に、申告はしたんだけど遅れた場合には延滞税というものが発生します。これ何かというと、提出
するまでの日数に応じて税金に利息が発生する、そのように理解してください。このように納税額が増えるというのが結論です。なので遅くなればなるほど利息も高くなってきますので、早く提出することが大事です。では次に、延滞税ってどうやって計算するのって気になる方いると思いますので、少しだけ紹介したいと思います。延滞税の計算方法はこのように決まっています。こちら国税庁が公表している延滞税の計算というねサイトがあるんですけど、こちら概要欄の URL に貼っておきますので、興味ある方、延滞税いくらになるのかなって計算したいって方はこちらのサイト飛んでいただいて計算をしてみてください。今ねここで一緒に計算をするということを省かせていただきます。では次に、期限後提出になっておそらく皆さんが一番痛いデメリットを感じる点はこちらではないでしょうか。こちらが期限後のねもう一つの大きなダメージだと思います。青色のメリットが使用不可になります。これどの部分が使用不可になるかと言いますと、60万円控除っていうのが青色申告にはあります。青色申告の節税メリット4選ってこちら表出てるんですけど、チェックがね4つ入ってるんですけど、一番上の青色申告特別控除、最大60万円が所得から引けるっていう控除額があるんですけど、期限後申告をした場合この60万円控除は使えなくなります。なので10万円控除へ強制的に変更となりますので、ここをご注意ください。ここで1点注意点なんですけど、期限後申告をしたからといって青色が取り消しになるというわけではないので、そこはご安心ください。65万円控除が10万円控除へ下がるというのが基本的ルールです。こちら同じく55万円控除というのもあります。この55万円控除は電子申告ではなく窓口や郵送で確定申告を提出した場合には55万円控除がなるんですけど、こちらも同じくですね、期限後申告をすると50万円控除は使えませんので、ここもね追加情報として頭に置いといてください。今紹介したように個人の場合は期限後申告でねすぐに青色が取り消しになるわけではないんですけど、法人の場合はちょっと話が別なのでちょっとお気をつけください。法人は期限後申告連続したりすると青色が取り消されますので、またさらにペナルティーも課されますのでお気をつけください。個人事業の場合は期限後申告をしても青色が取り消しになるわけではないんですが、その期限後申告があまりに毎年毎年続いて税務署の方から通知があってですね、これ以上期限後申告が続く場合には青色取り消しになりますよみたいなお知らせがあったにもかかわらず、通知を聞かずに無視して続けると青色が取り消しになるケースもありますので、やはりなるべく期限内に提出することを心がけましょう。それでは次に、期限後申告をした後の影響について説明します。今後の影響についてです。一体どういった時に困ることが出てくるのかなっていうふうに考えると、おそらくこの時に一番困るんじゃないかなということで紹介をします。金融機関から借り入れをする時ですね。お金を借り入る時に金融機関に提出するべき書類がいくつかあるんですけど、その中に過去の確定申告書を提出することが多いです。そしてですね、その他納税証明書の提出、これらの書類は必須書類というふうになっております。こういった過去の確定申告書を見たときに、また納税証明書を見たときに、確定申告が期限後に提出している、また納税が遅れている、また未納の納税があるとなるとですね、非常にイメージが悪くなります。こちら金融機関はこういった資料を返済の約束は守れかの判断基準として使用しています。その場合やはり期限を守れないルーズな人なんじゃないかというふうに思われても仕方がないということになります。つまりイメージが良くないということですね。これらのことが影響して本来出るべきだった借り入れ金額が予定よりも下がるというリスクもあることを忘れないでください。金融機関や日本政策金融公庫さんからですねお金を借りるときもですね、やはり他人にお金を貸すというリスクがあるということを忘れないでください。そのためにこういった提出が期限内に出せているのか、きちんと納税が遅れていないのかというようなことをチェックされます。では次に、確定申告が間に合わない、また特殊な事情があって提出することができない、そんな方に猶予制度と延納制度というものがあります。皆さんこの2つの制度があるって知っていましたでしょうか。知らない方はぜひ今回ですね情報を得ておいて、いざという時に使えるように次のスライドもしっかりと最後までご覧になってください。
猶予と延納制度について紹介をします。猶予制度からまず解説をしていきます。やむを得ない事情の場合、猶予制度というものがあります。この猶予制度を使いたい場合に1点注意点があるんですけど、納税の猶予申請書を税務署に提出しなければいけませんので、こちらしっかりと押さえておいてください。ではやむを得ない事情、どういったものが認められるのか、例を少し挙げたいと思います。まず1つ目の例、新型コロナを利用した期限延長の可能性がある。こちら新型コロナもう第5類になったんですけども、まあ、やむを得ない事情で新型コロナにかかり確定申告提出することができなかったというような、まあ、猶予申請書を出した場合には期限延長の可能性があるということです。ただしですね、以前のようにコロナ真っ只中とは違って、今第5類に分類されましたので、申請書を提出すれば 100% 認められるわけではないですので、ちょっとそこの点だけご注意ください。一応猶予制度が使えるということで例として挙げられています。もう一つ紹介します。災害による期限延長の申請、こちらも同じく申請書を提出する必要があります。今年はですね、石川県富山の方が災害地区として認定されています。その地域に住んでいる方は災害による期限延長申請、要はやむを得ない事情の猶予制度に該当しますので、そういった方はですね、必ず申請書を税務署に提出する、また税務署の方へ相談をするようにしてください。この猶予制度の他のパターン、他の例もありますので、こちらですね、国税庁のホームページの方でしっかりと全て記載されていますので、自分が該当するものがあるのかないのか、しっかりと猶予制度について学ぶようにしましょう。次に利用できるのが延納制度です。この延納制度というのがどういったものかというと、納税が難しい時に期限の延長ができるという制度になっています。これ皆さん知っていたでしょうか。これどういった制度かと言いますと、納期限までに税額の2分の1以上を納付するとですね、その残りの税額を後日納付が認められる、これが延納制度です。なので全額納めるのが難しい場合などなど、この延納制度使えないか必ず税務署に相談するようにしましょう。この延納制度、注意点が2つあります。まず1つ目、消費税地方税は延納制度がありませんのでご注意ください。そしてこちら利子税がかかるというような2つ目の注意点があります。納税が遅れますので、どうしてもですね、利子がかかるということになってしまいますので、そこはご了承いただければと思います。とにかく何かしら事情が発生した、納税することが難しいとなった時には管轄の税務署へ相談することを強くお勧めします。まとめと注意点です。期限後でも今解説したように、なるべく早く提出をする、それが正解となってきます。皆さん残額がどんどん増えていってしまうことになりますので、期限後だとしてもですね、早く出すのが正解です。そして税務署に相談しに行くっていうことをですね、忘れないでおいてください。猶予制度や延納制度、知らなかったら使えないものばかりです。困った時には税務署に一言相談するということを頭に隅に置いておきましょう。そしてどれもですね、申請書が必要です。制度を利用するためには書類を書かなければなりませんので、こういった申請書類漏れていたらね、せっかく利用できたのに結局制度を利用することができなかったということが発生してしまいますので、こういった情報はしっかりと知っておきましょう。何事もですね、放置しておくっていうのが一番良くないことです。ですので、何か困った時やどうしてもの事情があった場合には税務署に問い合わせをするというふうにしておく方がベストだと思います。というわけで、本日は確定申告を期限後提出したらどうなっちゃうよについて紹介させていただきました。私はオンライン上に税理士を味方につけるというコンセプトでオンラインサロンを運営しております。サロンの詳細は概要欄に貼ってあるホームページから飛んでいただけると詳細確認できますので、ぜひ一度覗いてみてください。 Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットが4つあります。まず1つ目、専門家に質問と相談がいつでも自分が必要な時にすることができるということです。こちら文章で質問をして、私がそれに対してコメントで返すっていう風なチャットのようなイメージで進んでいくという風に思っておいてください。2つ目、メンバー全員起業家ばかりです。経営者の集まりになっていますので、起業家同士情報共有の場として活用できるということで好評です。3つ目、最新記事のインプットということで、私が平日毎日ビジネスや SNS の裏側など役に立つ
情報を投稿しています。この記事の購読権利がついているのもオンラインサロンの特典になっています。そして4つ目、定期的にサロンズーム会議を開催しています。こちらズーム会議の参加権利はオンラインサロンのみの特典となっております。こちらズーム上で私に直接質問相談をすることもできますし、他のメンバーさんと情報交換が直接ズームでできるということで非常に好評です。参加お待ちしております。はい、いつも YouTube 見てくださってありがとうございます。チャンネルが20万人を突破しました。まだチャンネル登録してないって方、ぜひ登録お願いします。またいいねやコメント、感想いただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。またよく早口だっていうコメントいただくんですけど、YouTube は聞くスピードを調整できる機能がありますので、そういったものをうまく活用してください。またビジネス書2冊出版しており、Amazon、Kindle 版両方ありますので、ぜひチェックしてください。またその他各 SNS をしておりまして、SNS の総フォロワーが30万人を超えております。各 SNS やビジネス書本、オンラインサロンはすべて概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひちょっとチェックの方していただけると嬉しいです。はい、というわけで本日も動画最後まで見ていただきありがとうございました。皆さん、確定申告シーズン終わりということでですね、本当に個人事業主フリーランスの方お疲れ様でした。私たち税理士もですね、この確定申告お客様のを全金するのにも、どの税理士もどの税理士事務所もね、必死に対応しております。今徐々に税理士事務所も時代の流れによって変わってきています。法人のみをうちは事務所経営としてやっていくなど、結構経営のやり方が変わってきてるんですね。なので皆さん、確定申告を依頼する場合には早めに動くようにしましょう。この確定申告の繁忙期にですね、税理士事務所に問い合わせしても断られてるっていうことが非常に多いです。皆さん、何事も早めに動くようにしましょう。はい、それでは今年の確定申告シーズンも皆様本当にお疲れ様でした。まだ消費税の確定申告の締め切りが4月の1日までとなっておりますので、消費税の申告まだという方はもう少し頑張りましょう。それではまたの動画でお会いしましょう。事業専門税理士神奈美でした。それではまた。